はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、とりあえず V ストローム、もう購入されたとかね、まあ、今から購入しようかなという人で、自分でね、いろいろこうメンテナンスっていうか、まあ、オプション関係とかを自分でね、装備あれこれつけたりとか、まあ、自分でこう V ストをいじっていこうっていう人に、まずね、これだけはチェックしてからやってほしいなっていうことをね、ちょっとご紹介をしておきおこうと思います。まあ、今回ね、僕はこれ、V ストローム250ね、 DL250 っていうやつのサービスマニュアル、こちらも、買いました。ただこれ3万円以上します。3万3000円消費税込みでね、結構値段が高いです。まあなんていうか、僕必要な時だけこう出して、ちょっとコピーをしてね、まあ、実際バイクのとこ行った油とかで汚れるんで、まあ普段はこんな感じで、とりあえず、まあ僕もまだ届いてそんなに経ってないですけど、一応コピーをして使うようにして、ちょっと大事にこれはしまっとこうかなと思ってます。まあ必要な時にコピーして使うっていうね、感じにしようと思ってるんですけど、高いとりあえずね。で、ただやっぱり何かを分解していく、まあ例えば簡単に言うとカウルを外すだけでも、どこがどういう構造になってて、どんだけこうね、ボルトっていうかネジで止まっててとか、ここはネジじゃなくて、例えば、なんていうかな、ゴムでこうギュッとね、止まってるだけとか、そういうところがわからないと、やっぱりやみくもにね、こうなんていうかな、自分の勘だけで外してしまうと、もしかしたら間違えてこうベキッとね、ボルトをネジを外さないといけないところを外し忘れて、無理やりカウルをねこうやってバキッと、割れてしまったりとか、まあそういうことがあるかもしれません。だから本当は、当然ねこれがあれば一番いいんですけど、高いんでね、まず、これだけね、は確認してから作業してほしいっていう内容をちょっとご紹介しようと思います。これは無料でできます。まあ、ちょっとこっちに出しますね。ホームページ、スズキのホームページなんですけど、ここにねサポートというのがあります。ちょっと、まあ、画面、まあ、ここへ出せるか、まあ、全画面にするか、ちょっと、まあ、そんな感じで案内をしますけど、サポートっていうのをまず押します。でそうするとこういうふうに出てきて、ここでオーナーズマニュアル、これはバイク買った時についてきた説明書、これもまあダウンロードできるんですけど、これ以外にこの下にパーツカタログっていうのがあります。でこれね、多分販売してるパーツカタログと同じだと思うんですけどね、おそらく。もしかしたら販売してるやつはもっと、何か細かい内容を書いてるかもわからないんですけど、僕は今回ねパーツカタログは買わずに、これをね、見て最初、こいつ届くまでちょっと時間がかかったんで、それまではパーツカタログを参考にして、いろいろ作業をやってました。でパーツカタログ選ぶといろいろね規約がこう出てきます。スライドしていくと一番下に同意するっていうね、やつがあるんで同意する。で排気量を、まあ250ね、これね126から250で、V ストローム250、僕の場合 ABS ね。で年式、2021年、まあこれなぜかね2つ出るんですよ、ちょっとよくわからないんですけど、多分ファイル一緒だと思うんですけどね、これダウンロードしてみて違いをちょっと見ようと思って見比べたんですけど、多分ほとんど一緒なんですよね。もしかしたら僕のやつ銀色なんで色番号の指定が違うかもわからないんですけど、ね、ちょっとそこまで細かくは見てなかったんですけど、まあそれをねとりあえず選ぶと、ここね、これね、これを選ぶと PDF が開いて、こういうパーツカタログっていうのがね出てきます。でこれね、最初に目次みたいにこういうふうに、いろんな、ところが出てて、でこの次ねずっとスライドしていくと一個一個ね、こうなんていうかな、その目次のとこで見たクローズアップした内容が細かく、出てきてます。で基本的にはこれはパーツカタログなんで、部品をね、取り寄せたい時にこの品番、部品の品番でスズキのお店で頼むとか、今だったらネットでね取り寄せできたりするところもありますけど、そういう時にね使う、部品の番号を調べるものですけど、だけどこれを見れば大体のこう構造、どこにどういうネジが入ってるとかいうのはまあなんとなくわかるわけですよ。だから、
今からね、まあこうちょっとね、オプション関係というかそういうのを自分でね作業してこうつけていこうかなっていう人は、とりあえず最低限でもね、このパーツカタログっていうのは、見てね、見てから作業をした方がいいかなと思います。まあここら辺のところを見ていくと、例えば、こうカウルのところでどういうふうにねボルトが入ってるかっていうのを全部、こう、図で示してくれてるんで、まあなんていうかちゃんとね、作業する前に確認をしとけばボルトの、抜き忘れ、で変なところをこう、部品を破損してしまうなんていうことはね多分ないと思います。で電装系のところもカウルとかごめんなさい、どういうふうなコネクターというか配線がなんとなくこう入ってるとかいうのもなんとなくは分かると思うんですよ、このパーツカタログだけでも。どっかに載ってたかな。あ、まあ配線関係まではちょっとしんどいかな。うん。まあだけどなんとなくね参考にできるところはあると思います。やっぱ配線まではしんどいか。うん、でもなんとなくわかりますよね、これだけでね。まあどっちにしても部品を何か破損したりとか、僕なんかもネジとかそういうのがちょっと。なくしてしまったりとか、こうなんていうかな、こうネジの頭のところがちょっと傷んだりした時に、こういうものを使ってネジだけ発注したりとかいうのは結構あったりするんでね、まあとりあえず作業する前にこれはね確認をしていただいた方がいいかなと思います。あとは最低限の工具ね、本当はなんていうかな、ちゃんとしたちょっと高い工具、精度が高い工具を使った方がいいとは思うんですけど、なんていうかな、あんまり安すぎる工具は使わないようにした方がいいとは思います。せっかくね、こうやっててもネジの頭のとこ痛めてしまうと、ボルトとかの頭痛めてしまうと、もうねどうしようもなくなってしまう場合があるので、特にまあ、僕もこの V ストもそうなんですけど、GSX の時もね、海外生産のやつで、まあ、ネジの何て言うかな、まずネジがあんまりいいネジ使ってくれてないっていうのもあると思うし、オーバートルクで結構ガチガチに締まっててね、何て言うかな、六角、結構六角で外すの多いんですけど、六角でこう思いっきりこうね押し込みながらやっても、何て言うかな、ネジのこの六角のとこ潰しちゃったりね、したやつもあったんで。今回 V ストのやつはそこまで締め込みが強すぎたっていうのはなかったんですよ。もう僕じゃ取れなくて、あれですよ、バイク屋さん持っていきましたよ、その時はね。もうどうしようもなくて、うん、だからそういうことがあったりするんで、ちょっとね、やっぱり工具の方も気をつけた方がいいと思います。まあかといってね、すごい工具にお金使い出したらどん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 金額上がっていくんでね、まああんまり自分の身の丈に合ったものを選んでいくしかないと思うんですけど、はい、まあその中でもあまり安すぎるのはちょっとやめた方がいいっていうことです。はい、ということで今日はね、とりあえず何ていうか、まあ最低限の知っといた方がいいですよっていうことで、スズキのホームページのパーツカタログをねご紹介しました。まあもうパーツカタログ自体は販売もしてるんで、3,000円くらいだったかな、3,000円ちょっとくらいで、販売もしてるんで、まあ、もしね冊子の方が良ければそういうのをまた取り寄せてね、買われたらいいかなと思います。まあ、PDF とか印刷自分でしてそれで事足りるんだったらこれでいいと思います。はい、そしたらね、今日は、この辺りで、またここからね続けて僕の V ストにつけたいろんなね、パーツについてのご紹介もしていきますね。どうぞよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。